これいい。お、激アツだ。うそ。ちなみに、もしよ。どうでもいいやつないですけど、今大が大事な時なんじゃないですか。どうもこんにちは、佐藤健です。こんにちは。どう反応したらいいのね、その時計。まあ、佐藤健さんはルノーリケンシンとは全く関係ないんですけど、はい、今回は、はい、まあ、剣という意味ではね、ああそういうことね、つながりがあるんだなと、はい、やってまいりました、ガローズですね。今回は三世 R&D さんの事務所に、営業所にお邪魔しまして、このガロー売っていきたいなと、うん、我々業界でもね、前評判がもうすごい凄まじ、そうですね、うん、もういよいよ稼働開始ということで、はい、まあ、ちょっとだけ早くかですかね、皆さんにお届けできるかなというところで今日やってまいりました、はい、まあ、いつものように、まあ、私だけではということで、パートナーをと一緒にガロー丸裸にしていきたいなと思いますので、そのパートナーをちょっと呼んでみたいと思います、はい、お願いします。七瀬静香さんです。こんにちは、ジャンバリドット TV の七瀬静香です。よろしくお願いしま す, お願いします。リベンジに来ました。よいしょ、よいしょ。全然負ける気しないんですけどね、なんか2回目ですけど、今まで2回来たゲストさんは1回ありましたっけ。今ちょっと分かんない。出た、この感じ大体的にどうですかね。この感じ懐かしい。まあ、前回はね、もうこのタイミングで僕がピーなるやつをぶち込んで、あれ本当に大変で、もうファンの方にものすごく聞かれたんですよ。毎日毎日毎日、このピーはなんだっていうので、危ない危ない、危ないんですよ。危ない。僕もう反省して、今日は七瀬さんが汗をかくようなことは一言も言わんと思ってます。本当ですか、約束。はい、約束です。今日は絶対全身用にならないけど、この二人汗をかくようなことは一切しない。我々ジェントルマンだっていうところもやっぱりこの放送でしか見せていかなあかんなと思ってますから。本当ですか。ガロの魅力と合わせてね。そうです、どんだけ紳士かいうのをね。はい、わかりました、ちょっと安心しながら頑張ります。はい、よろしくお願いします。頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、オープニングでも言いましたけど、ドミー、ちょっと今回はご迷惑かけない程度に真面目にね、ちゃんと機械紹介しながら魅力を。そうそう、真面目にいきますよ。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、私の罰ゲームはともかくですけど、はい、もしまあ私が勝って七瀬さんが罰ゲームってことになれば、うん、ちょっとあのこのショールームにお立ち台みたいなところがありまして。ありましたっけ、お立ち台なんて。まあそこで悩ましげな、はい、ポーズを私のニーズじゃなくて視聴者のニーズが潜在的にございますので。あ、なんか前回同様ってことです ね、まあ、そうですね。私はトミーさんはもし負けたらどうされるんですか。なんでしょう、例えばじゃあ、はい、フェイスオブガローを私の顔で描いていただくっていう。描いていただくってことは私が落書きするってことなんですか、うん、トミーの顔にね。え、そうそう、いいんですか。直接。私すごく絵が下手なんですけど。そうですよね、下手ですよね。そうですよねっていうのは、失礼。じゃあそれを書いた状態でもお家まで帰っていただくっていうところまでいいですか。はい、わかりました。まあ、宣伝も兼ねて。あ、そうです。俺誰の回しもやん。勝負の内容はどうしますか。まあ、やっぱり出玉対決。出玉対決ですね。はい、機械の大当たりでどれだけ多く出すか。そうです ね、はい。さあ、このですね、P ガロ月光の旅人のスペック紹介なんですけども、1種2種ラウンドバトルタイプとなっていまして、 319.68 分の1で、魔界チャンス突入率が 50%、 継続率がなんと 81% となっています。そして今作 U タイプも搭載しまして、950回転で魔界チャンスに突入するとなっています。そして大事なですね、その出玉なんですけど、右打ち時オール、1500個、全て10ラウンドとなっています。なので 81% 継続でオール1500個、どれだけ、まあ、続けることができるのかっていうところが今日の勝負の鍵になってるんじゃないかなと思います。なんか初代ガローとね、はい、ちょっとスペックが似てるような、はい、似てないような、はい、初代って売ってました。この業界入る前なんですけど、はい、ちょろっと打ちましたね。はい、20歳ぐらいの時ですかね、私が。多分12、3年前ですね。ですよね。今ので完全に私の年齢がバレてしまってますよね。私が20歳の時にって言った後の12、3年前。はい、ね、はい、けど20歳の時に売ってるかどうかわからないです。ああ、まあ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 、そうです ね、まあ、あと私今日打つ2回目なんですけど、はい、演出が良くも悪くも、こうシンプルというか、それこそ初代に近いようなところもあったりして、なんかすごい今日真面目で、逆になんかどう
か前回との差がすごすぎて、いや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 、そんなことないです。私がそうですよ、ね、いつもがこんな感じなんです。あ、そういうことですよね、はい、前回がちょっとあれだったってことですよね。無理してたんですね。あ、そうです。あ、逆に最初ガロが出た時にまずガロって何って思いましたけどね。今じゃね、ガロっても当たり前になってますけど、最初分かんなかったですよね。何のこっちゃ分かんなかったですね、うん、それからもう二十何作目言ってます、うん、え、そんなにですか、うん、ね、すごい。必ず戻る堀を来ました。これ新しいやつですよね。わー、すげー。ここから変わるんですよね、確か。ここからです。あー、すごい、赤い赤い赤い。7が止まって、連続演出です。まだ行かないよ。やばい、先制取れるかもしれないよこれ。あ、絆つきましたよ。絆、これ絆がつくだけですごいチャンスなんですよ。今回はね、冴島家3世代の絆っていうのが一つのキャッチコピーなんですよ。そうですよね、はい、2008年にガロの初代です。2010年にレッドレクエム。本当だ。あ、はいはいはい、 FOG ってなってる。あ、本当だ。待ってよ、ミラージュ戦争後なのか。 あ、 2年ごとに出てるな。あ、2人目お、タイガさんまで来てくれ。ファイト一発、ファイト一発。来た来た来ました。お父さん、めっちゃキラキラしてるな。出ました、緑色ですね。ですね、シサです。やばい、三騎士待機中。これはキバですか。すごい、これ本当に映像で伝わってるか分かんないけど。あ、これ全回転の1個前ぐらいの厚さのやつですよね、確か。上から2番目とかで厚いやつ。ガロの系譜、絆演出ですよね。あら、これはサカウントダウンしてる。1ガロ剣、ガロ剣出ました。お、当たるやん。これは当たるんじゃないですか。カット今入って、うわ、すごい、いきます。はい、はい、やりました。まずい、早いな。やばいやばい、すごいね。もう七瀬さんが先行で当たりを、はい、やったー、やりました。いや、もちろん分かってると思いますけど、うん、先当てたか勝負じゃないんで、出玉を取った方が、うん、勝ちですからね。そうですよね、はい、ただチャンスは何回もあった方がいい。あ、こんにちは、こんにちはですね。こんにちは、なんか前回も聞いたぞ。こんにちは。お久しぶりです。嬉しい。ただここで結局は三角を7が止まらないとダメなんですよね。各辺昇格打つ、ね、そう、50%。あ、もちろん大当たり中にも昇格。あ、おお、またまたまた、もう一回、もう一発外れろ。あ、イエーイ、いったと思った。今完全にフェアプレーの精神全くなし。よっしゃ、削りに行ってやる。大当たり中も昇格演出があったんですよね。そうですね、昇格、ね、演出があります。チャンス、チャン、いきます。止まらない。いや、声が、針がすごい、声の、はい、終わってしまいました。一瞬、もうなかったかのようになる。これはどうなんですか、脳幹ですか。脳幹です。あ、引かないと意味ないんです。そうです、出玉バトルです。で、今じゃ何もなかったことになるってことですね。そうです、そうです、そうです。わかりました。ちょっと動き少ないですね、私の方は。合間にツイッターでね、七瀬さんの質問募集してるんで、ちょっとずつ。まあ、ちょっと普通なやつから行くと、これクララさんから、ここ一番の大勝負前の験担ぎとかルーティンみたいなものがありますかと。そうですね、でもこれなんか本当に変な意味とかじゃなくて、本当に下着とかをマジで気合い入れます。これ本当に変な意味とかじゃなくて、なんかそれをある麻雀プロが言ってたんですよ。男性の方なんですけど、それやっぱ今日暴れたいなっていう日は赤色でとか、なんかそういうのがいろいろあるみたいで。あ、来た、必ず戻る。あ、必ず戻る。トミーも来た。トミー、ちょっと一応話僕聞けないんで聞いてもらっていいですか、その、はい、深いところ。いやいや、僕も聞けないです。めっちゃ興味あるけど聞かれない。なちなみにティーバックスめっちゃ聞いてくるやん。あ、ちょっとどうでもいいですよ、これがね。どうでもええとか言うの。この音が、これ聞いてください。
お激アツきた嘘あちなみにティーバッグなのそれどうでもいいやつじゃないですか今台が大事な時なんじゃないですかそれ私のティーバッグなんかどうでもいいですよティーバッグなんだやっぱりそう面白いいい音これミラージュフェイスオブガロあ画面に出てきてる方ですねはいおい、でこれか上がパーフェクトフェイスオブガロですね。あ、出てきたー。来ましたー。口が開く。口が顔。やっぱこうかっこいいですね。かっこいいですこれは。僕はあのプライベートで打つときは、はい、こういうの出すのが恥ずかしいんで、はい、この召喚解除をバリレン出しますから。あ、そうあるんですね。戻るんですよね、はい、お家に。これアスモディでしょ。アスモディやったらちょっと弱めなんですねこれ。まさか。やっちゃう。やらかすか？やらかす？大丈夫でした。まあまあまあそれはね。あとは昇格するかどうか。やだやだやだ。あ、これ確定ちゃうんすか？え、こんなんいました？後ろ。ガロいたかな？うわめっちゃかっこいいっすかっこいい、やばいよエヴァみたいな感じでこうやってやって後ろ折ったら熱いですかねやりましたやりましたね先手必勝先手必勝っすよ 50% 突破したんですねはいはい私初代モードでもう当たりました嘘だ早い追いつくんだ私もよしガロチャンスあー左これでエンブレム完成したらもう確定ですからね、うん、ああ残念まだ分かんないまだ分かんないまだ分かんないおいえっまだ分かんない危険度3まあ普通早く終わってトミーさん早く終わってよし嬉しい声が嬉しい今日一の声出たこれはねでもやっぱり初代のまさにそのラッシュ中のドキドキ感ですねあ出てはるよあ、こんにちはこんにちはそうそうあ、私ぞ、届け行きます外れろよーしまず、やりましたやりましたまだ格変がねガロチャンス、結構チャンスまだ格変が決まってないですからねそうなんですよ、ちょっとここでねトミさんに近づかないと、ね、あらららら、はい、いますよ、後ろ私のところでも色ちゃいますあ、私の金でした あ、なるほど、うん、お願い金やったわうんここでお願いなんでそこめっちゃ言うのあちょっと待って、これいきますよはじめよはじめよヘタヘタやわびっくりするわもうヘタやでヘタやわヘタやわなんでトミーさん一発でクリアしたのにさ私もう2回目お家帰ってますよ私も2回目2回目ですまだでも昇格があるのでやべえ、本当にやばいまたセクシーポーズさせられるいやもうこれはファンが待ってますからね頑張れっていう気持ちと負けろっていう気持ちがね、はい、あーもうなんてこったあ、クマやあもう確定やん懐かしいもう一回もらいましたよこれごめんなさい順調じゃないですかめっちゃ順調 81% ですからねよーしプラスやわなんかトミーさんほんと強いなんか私すごい怖いのが一回もこのなんていうんですかラッシュに入らないってことはないですよね私ありますよありますかある程度時間決めないとねそうですよねえちょっと今日私この後予定ないんで大丈夫ですよ、うん、全然大丈夫ですやる気満タイムあなんか出てきたよいしょ困った今の私のプライベート実践からしても、はい、2万発とかは平気で超えるんであらほんまに気つけた方がいいですよあやばいそんなこと言ってるからですよこれめっちゃ強いやつ来たトミーさんほらやばい奥義出してきたこれ声たらでかいのになすごい必死目が本気いやいやフライング気味に押してた目が本気ですもんあ押すとこ間違えてるお前召喚解除押してたそんなことありますそりゃそれダメですよいやでも最初はねチャーホー押してた途中でこっちも面白いかな思った恥ずかしい恥ずかしいあードミ終わり8,070発はい8,070発ですトミーよかったでも1番を超えなくてまだじゃあトミーじゃあ休憩しましょうか
たくさんのファミリーがいてるけど一人一人の記憶が半端ないけどどんな方法で覚えているか。あ、ファンの方ってことですね。ですかね。私ファンの方はあのニックネームつけるんですよ、はい、初めましての時に。それで勝手に例えばトミーさんだったらトミちゃんとかそういう感じで名前をつけて覚えるっていう。ちょっとエッジの聞いた質問も来てるんで、はい、のーちゃんさんからパチスロの仕事とボートの仕事どっちが好き？このメーカーさんのショールームでその質問を相当やん、ね、いやもうそれはどっちとかはないですけどどっちも大切なお仕事ですよね。そうですからしたら。そうですそうです、嫌な仕事はありますか？嫌な仕事ですか？あ、でも結構あの真面目な仕事は大変かもしれない。それこそ機種説明とかしてとか MC してとか大人数の前でっていうと結構緊張するが上がり症なので嫌ではないんですけど大変だなって思う仕事ですね。緑保留だけどどうですか？あー、よし、やりました。何回目かな？お願いなんでなんですかこれ、これで、え？まあ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 いいじゃないですか。まあ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 、そんなわけないですよ。そんなわけ、そんなわけ、そんなわけ。じゃあ質問しましょうかね。懐かしいこれ、初代。あ、本当や。撮影の時に差し入れされて嬉しいものは何ですか？あ、差し入れ、差し入れよりも、もうお声をかけていただけるだけでも嬉しいんで、その買うお金をサンドに入れられる方がいいんじゃないかなと思ってますので、一番嬉しいのはフリスクとか嬉しいですけどね。あ、確かに重くならないっていうのといやけど分かります、絶対使うので。これはあれですね、もう奈良さんの目音まんまい見てるから方からだと思います。なんだろう、目音まんまいから怖いんだよな。ヨロッピさん今日は何枚入ってるんそうですね、そうですね、今日は、はい、あの今日は入ってない。あ、なるほど。まあ一番喜んだあのトミーなんですよ、ね、一番喜んでます。喜んでないですよ、はい、僕はもうそんなあれですから、うん、ブラックリールさんが最近の可愛いと感じたエピソードをお願いします。なんか可愛いってどうなんだろうと思うんですけど、私の家の近くがランニングコースになってるんですよ、はいはい、そこをおじいちゃんとおばあちゃんが毎晩9時に手つないで散歩してるんですよ、はい、私本当にそうなりたいなと思って、いいと思いますよ。やっぱ天の声さんもそれ理想ですか？そうなりたいですね。そうですよね、はい、そういうのこう円満の秘訣って何なんですかね、これ恋愛含め男女が。ちょっとトミーさん答えてあげてください、円満の秘訣。僕に答える資格はないですね。なんか複雑な感じだけど、なんか答えが。この人、はい、あの長女に携帯の電話登録されてるんですけど、あのクロ親父って登録されてるんですよ。娘が携帯なくなった言うて、はい、探してや言うて、はいはいはい、鳴らしてあげるじゃない。はいはいはい、どっからこう音がああああって言って、なソファーかなんかの下にあって、うん、だなんか言ってんですよ、あのコンピューター音声で登録の名前を読み上げてるんですよ。はいはいはい、ブーブーハゲ親父、ブーブーハゲ親父。あ、ハゲ親父。ふざけんなお前。ハゲ親父だった。はい、ハゲ親父。めっちゃ面白い。でね、挙句の果てにね、はいはい、まあそれとツイッターで投稿させてもらって、はい、まあちょっといい反応を得たんで、はいはい、ほんでよあの娘が、はい、お父さんなんかバズってんでみたいなこと言って、友達から教えてもらって、はい、あーって言って、うん、お父さんって。1いいね、1円な言うて、お金提供されたじゃあネタ提供したから、そう、その分のギャラを私協力してんから変なファンデーション買わされました。2500円分ぐらいだったからね。ツイッターの話なんて、僕も質問いいですか？はいはいはい、何でしょう？ドラッグストア、マスク、歯ブラシ、洗剤、目薬、クリーニング、夜、スーパーお茶パック、やめて、恥ずかしい、本当に恥ずかしい、味噌かいわれチコリ本当に恥ずかしかった。今年一番くらい恥ずかしい出来事で、ちょっと私が朝仕事終わってから買い物にあの食材とか買いに行こうと思って、必要なものね、やらないといけないことを、私寝ぼけてて、すごいメモ帳にメモするんですよいつも。それを私はメモ帳にメモしてると思ってたんですけど、手はなぜかツイッターのツイートのところを開いてたみたいで、そこに書いて間違えてツイートまでしちゃったんですよ。それが全然見てなくて、1時間ぐらいにパッて気づいて、であのリプライが来たらすごいプラス20とかで出るじゃないですか。なんかツイートしないとそこがそのマックスにならないんですよね、うん、
だから私なんかつぶやいたっけな今日と思って見たらその今天の声さんが言ったなんかチコリとかクリーニングとかもうめっちゃ私生活と思って、なるほど、もうすぐ消して8時39分につぶやいてはるやだ本当に恥ずかしい。朝の電車に乗ってる時に今日なんかやること何かなってメモするんですよ、時間効率考えて。そういうね私生活を垣間見るというか、いいですよね。この怪文章で、はい、すでに僕のスクショの時点で112いいねついてる、はい、すごい。もう何なんだって、なんでスクショしてるんですか。僕朝の8時から次の日の朝8時まで考えて100いかないのにめっちゃ暑い、汗めっちゃかいてきた、暑い、もうやだ本当に。いや違うところから攻めてくるんですね今回は。そろそろ当たってもいいんじゃない。おえ、何今の攻撃だろ。おいきなりあんな演出あるんですね。ねえ、まあ、奈良さんもリーチはリーチ、リーチはリーチ、これまたもらいましたよ。ああ、絆、うん、よかった、赤赤赤赤いですね、MFOG、 はい、緑色です。あー2段、私も次回予告出てるんで完璧ですよ。あ、青だ、大丈夫かな。一緒に仲良く当てましょう。そうね、一緒に仲良く、うんうん、そっから始めましょう、一緒に行こう、一緒に行こう、一緒に行こう。もう興奮した犬みたいになってる。やばい、外れちゃったんですけど一緒に楽しめなかったです。うわー、やばい、ちょっと本当に私だけ当たっちゃうパターン。収録史上初ゼロ発タイム、どうしましょう本当にあるんちゃうこれ。よし、あー、いい音、おー、かっこいい。おー、なに、7当たり、7当たり、ちょっと、すいません。いやすごいな、ね、相変わらず強いな。本当にこんなこと言ったらあれですけど、マジですぐ終わってほしい本当にすぐ終わってほしい、うん、やっぱね、おもろいっすね。いや、面白い、どうですか、面白いんちゃいます。やっぱちょっと変えようか、これに変えよう。3つのタイプが選べるんですよね、タイマー告知タイプで。すごい音、もう外れる気がせんなと思う。うん、ええー、音や。じゃあ最後の一撃で次行こう。よっしゃい、よっしゃい、気持ちいいなこれ。ちなみにこのなんかお城みたいな後ろあるじゃないですか、撮影の、はい、これ私行ったことあるんですよ。え、どこなんですか。姫路なんですよ実は。あ、そうなんですか、はい、太陽公園ってとこなんですよ。その一角にこのお城があるんですよ。あかん、やばい、鉱山火炎やばい、行け、起きろ、起きろガロ、まくれ。終わっちゃいましたか。ガロの楽しみ方分かってんなまあ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 、6500、じゃあまだ私にはチャンスがある。おお、パトランプみたいなのが見えますよね、目の前に。これで良さそうっすね。ねえ、ね、お、来た来た来た、ついに、ついに、ついにありますよ、これは。弱い、4点、本当です、4点じゃん。大丈夫でしょう、これはさすがに。なんかおお、ここにしまった、いった、あらららら、こんにちは、決まったよ。いや、これ決めなあかんやろ。ねえ、これはさすがに私は久しぶりに出てきてもらったから、そのまま行きますよ。緑、あ、刺さる、あ、刺さった、今ガロケン刺さりました。ガロケン刺さった、刺さった、はい、差し込め、やけ、はい、まあ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 、まあ、本当によかった、もう怖すぎ。4回目かな、まだ1回も昇格してない。さすがにそんな 50% ですよ、心配いらない心配。は、3で止まる、ここで押し込め、お願い、そんなこと
ります大逆転してみせる大逆転やれる子ややれる子やいける子やはいうわ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 めっちゃうわ言うやんめっちゃ低い音でうわ言うやん、ドクターストップっていうかタオル TKO ジャンバリ側からの T タオルまああの今2台とももうラッシュに入ってまして実は奈々さん引けないんでねそうもう仕方ない本当に引けないんです偉い人にお願いしてちょっと大当たりを作った状態になってますはいでまあそこからはもう自力なんで、うん、己の引きで泣きの1回ということで、はい、あの出玉数勝負じゃあトミーこれでもう勝った人が勝ちでいいんですよねっていうことですよねああもう最後やからじゃあ今までなしにしてくれるんですねうん皆さん私は勝ちますからね私が勝ちますからリベンジ果たします静かなあられもない姿は見せてやります大事なとこ噛んだよ今スタートよいしょーいやっとできるカウントダウンあ当たりました早 い, いやそれはそうサクサクだから当たったあそうか先当たってないからそう当たってない速さ分かってない知らないんですよ、はい、トミーは熊で、まあ、安心かなはい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 さあこれ最後の一撃だ、はい、よいしょはいはい、行きましたよかったよかったやるやないかいいやもう私、今日の私なら一発で終わらせる可能性もあったからですね、ですね、ありましたよね後ろで見ててヒヤヒヤしましたよイエーイおーよしあ、3世になってるボタンが、またまた、あ、ならならポイント出たないよーし、やりましたさあ、6回目の渡り行きますはいもう5回ぐらい続いてきたらちょっとビクビクしだしますよね、うん、ちょっと怖いさすがにねこれやっぱちょっと大当たり中も面白いですねですねめっちゃ面白いよし大丈夫問題ない打ち上げで減ったイエーイおいダミー私も大丈夫大丈夫おーいったレインボーの安心感はいおいやりました6回目クリアンこれで奈々さんも同じく6回目はいこの間に皆さんあのトイレ行っていただけますから汗離すタイミングですね、はいはい、もしあれだったら行ってくださいここで当たりましたよさあ7回目の大当たりですね、はい、77ですね危険度にあかんえもしかしてやらかすかあかん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 イエースあれオッケー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 これ本当に見てる皆さんに伝わってるか分からないけどそうです、ね、めちゃくちゃヒリついてるんですよまあまあヒリヒリしてます奈良さんもうええんちゃいますノー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 もうええんちゃいます何これはなんかまだね奈良さんの方ボーナスは継続ってなってますチャンスバトルあ出てきた行きまーす押し込めはいよしよし奈良さん静か違うでもまだ継続なんだよねまだ継続だから先に決めてちょっとね圧かけたいんですよ確かに、ね、そうそうよしよしええちょっと待って私やばいかもしれない白と緑しかないよっしゃ赤がないトミーも今8回私8回目です、ね、えあとこれがダメだったら終わりってことですよね継続してるんですか私も継続確定えどうしようあとで終わりじゃんカウントダウン怖い本当に怖い終わるかもしれないお願いあええ復活は復活とかないんですかこれ最後の最後に泣きの1回ないですかガロさんもう1回ダメー1万1070もうすでにこの時点で嘘終わっちゃったどうしますめったあ、7あたりだもう確定だあれ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 どこまで行くか的なの一応 ね, 的にね破壊力どんなもんかみたいな、はいはい、危なげないほらおーおし11回目払い出しで1万4000楽しいなおおおい出てきた出てきたおーかっこいいパターンもいろいろあるんです ね, ね本当にいやこれはもう脳汁出るしかないでしょうんもっとやりたかったなせっかくやからいけるところまで伸ばしてよそうですね2万は行きたいな2万は夢ありますねもう1回当たりたいんよなだから太郎を救え
どうやどうやどうや、あかんあかん、あ、え、終わりました、もしかして。ちょっとやばいっす。まあ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 、18,700。いやでもすごい、これはもう完勝ですよ、本当。完勝です。すごい。もうこれはもうなんかしゃあないですね。悔しすぎる、まあしょうがないですね。罰ゲーム受けます。はい。やりましたよ皆さん。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日もやりきった結果、完勝。いやすごかった。昨日1回ですらうまくできなかったんですけど、ね、私やったなっていうね、もう素晴らしい台でしたよね。いや本当に楽しかったですね。ホールでリベンジしたいと思います、はいはい、じゃあもう定番になってますけど、はい、本当だったらここでねお絵描き対決でひっくり返してって言いたいんですけど、そうですね、もうちょっと負け方がひどいお絵描きはお絵描きで別で対決してないんでね、全くね、こんなホラー嫌だって。トミーのやつから言ってもらいます。私からでいいですか、はい、なんで何あれ思ってた展開と違う、違うだって上手いの上手いしてるからどういやいいですよ、私いや皆まで言っていいんですか、あなたオチなんですよねこんなホラー嫌だ、こんなホラー嫌だ、いきますね、はい、こんなホラーがおった嫌だ、ほらこんなホラー嫌だいや伝わりますよ、し行くぞ、全然誰かは分かんないんですけど分からんのかでもなんか味が、味がある感じが、よし行くぞ先生です、そうです、よし行くぞ先生をちょっとイメージ変えてますからねじゃあ七瀬さんの、はい、こんなホラーは嫌だお願いしますテントミー天の声さんと、トミーちょっとトミーさんがちょっと表してくださいよ、いっぱい持ってて、ま、本当にこんなホラー嫌だですよね悪くはないと思います、下手ではないですよ、でもいや下手ですめっちゃ強いかめっちゃ弱いかです、ね、違う、これが天の声さんなんですよ、だから天、ああそうなんですね、でこれがトミーさんで、何言ってんの、ルル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 動画見てくれてんの今回の勝者は、はい、七瀬さん、あらららら嬉しい嬉しい、あらららら、イエーイイエイイエイ、あらららら、それはどこを評価してくださったんですか、滑ったからです滑ってんねや滑ったんやこれ絵の評価じゃなかったですそうですねはい、じゃあトミーじゃあ最後なんか締めていただいていいですか、はい、すごい楽しみな題だってことはもう今日この試打だけでね、はい、十分伝えられたかと思いますんで、もちろん気候難の方でですねご意見いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、わかりました、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。